京急都市子内親王明治14年10月3日は、任工天皇の第三王女。聖母は、安舗天寺、甘露事件士。陽名は貧宮。公明天皇は、伊母帝、徳川家持ちの正室、和宮親子内親王は、伊母妹にあたる。天保11年1月28日、寛院宮愛人親王と婚約。天保13年9月15日、 結婚を前に内親王宣言をかぶるが、その二日後に愛人氏は皇居してしまう。異母帝のフシヒ氏親王が継承した京急は、フシヒ氏が天保7年3月5日に亡くなったため、当主不在となっていた。ト子は、文久2年12月23日に、第12代として京急を継承した。女宮が世襲親王家を継承した唯一の例である。 慶応2年4月22日には純三の宮人一品に、除されて、伊護桂寺豪宮と呼ばれ、同じ純三宮だった。孔明天皇女後、九条朝子よりも、宮中石寺は上石だった。明治14年53歳で死去。同年10月20日、京都府京都市上京区の、昭国寺で葬儀が取り行われ、同市東山区の千入寺内に葬られた。都子の皇居をもって、 京急家は断絶した。国宮朝彦新郎が政府用心に働きかけて産卵、吉まに京急を継がせようとしたが成功しなかった。大変人見知りの激しい性格で御所の庭を散歩する時にも腰に乗りすだれの間からか間まるという行動をとっていた。物落ちしない性格の妹、和宮とは全く対照的だったという。 和宮とは一時期同居していたことがある。現在に上場本丸御殿と言われているのが、敏子の住まいであった、京急亭である。能を愛好していた彼女の好みにより、座敷の一部は、能舞台として使えるように改造されており、その意向が現存する。敏子内心王母,母は、京都府京都市東山区今、熊野南谷町の潜入寺内にある。 敏子内親王母には朝彦親王母と、守るおさむ神が隣接している。ありがとうございます。